ファブリシオ・デ・ソーザは、ブラジル・サンタ・カタリーナ州インビチュバ出身のサッカー選手。少年時代からサッカーやフットサルをプレーしており、13歳の時に、ウニオンさん、ジョアンのジュニアユースに加入した際にプロを目指そうと考えるようになったという。ここで、はじめ攻撃的 MF を務めるが、監督からボランチにコンバートされてハマったことから、その位置でプレーするようになる。 リオ州選手権での活躍が評価され、2001年に19歳で名門コリンチャンスに加入。当時の監督だったカルロス・アルーベルト・パレーラに徴用され、20歳そこそこでレギュラーに定着。本人も一流の選手たちとコンビを組んで多くを学んだと回想している。コリンチャンスのタイトル獲得に貢献した活躍ぶりから、ドゥンガの再来と称され、 ブラジルの B 代表でも3試合に出場して2002年 W 杯のフル代表の候補にも上がった。またコリンチャンスの低迷期も活躍した実績のある選手ではあるが、広告代理店のサポートを受けたコリンチャンスが同じポジションにハビエル・マスチェラーノを加入させるなどの大物選手補強の煽りを受け、また本人もブラジル国外でプレーすることを希望していたことから、 岩田のオファーを機会に来日。2007年末、岩田との契約を2009年1月末へ延長した上で、クルゼーロへレンタル移籍をしていたが、2009年シーズンにより完全移籍となった。2012年からサンパウロへ移籍。ありがとうございます。